リチャード・キンブル、職業医師、目的地州刑務所の死刑執行室。リチャード・キンブルはその妻を殺害した罪に問われ死刑の宣告を受けた。しかし法律は神ならぬ人間の手によって作られ、人間が執行するものである。恐るべき誤審はここに生じるのだ。リチャード・キンブルは無実であった。だが彼は自分の容疑を晴らすに足る事実を立証できなかった。彼は妻の死体を発見する直前、片腕の男が家から走り出すのを見た。しかしその男はついに発見されなかった。彼はこの世の名残に外を見つめながら自らの運命をじっと考えていた。窓の外も自分の将来も暗黒だった。しかしその暗黒の中に運命の計り知れぬ力が潜んでいる。町から町へ彼は動き続ける。早すぎても遅すぎてもいけない。落ち着いて歩く。誰か怪しい者がいないか、止まってはいけない。何気ない様子で目立たないように歩く。ここでいいだろうか、手配が回ってはいないだろうか、ここがあるいは旅の終わりになるのではなかろうか。ともかくも無事に済んだ。外の様子は変わっていないか。人目についてはいけない。さあ支度だ。気をつけるのだ。警察は絶対に追及を緩めないだろう。ことにあの男、ジェラード警部はそうだ。どこか。この中です。
メキシコはどうかね。足取りから見ると、いや、奴は利口です。国内にいるはずです。ジェラード、いつになったら休暇を取るんだ。休暇は当分延期します。いずれ片付いたらです。東部、南部、中西部、全部当たってみました。どうせ君が駆けつける頃には、と間に合います。君は初めから手がけている。逮捕、裁判、それに上告、最後に列車事故だ。ジェラード、裏に何かあるのかね。有罪と決まったからには執行するだけです。しかし力の入れ方が普通じゃないな。私は彼の申し立てをよく覚えておる。片腕の男がうちの方から走ってきたと言った。君もその男の実在を信じてるんだろう。いいえ、あれだけやって見つからんのですから。しかしいたのかもしれんよ。それがうまく逃げた。もし逃げたのだとすれば、これは重大なる誤審だ。部長、誤審かどうかは私の預かり知らぬことです。私はただ法の命ずるままに動くだけです。たとえ疑わしい点があろうとも、その点は考えません。法廷が有罪と決め死刑を執行しようとした。私はそれに従う機械に過ぎません。機械です。感情には絶対左右されません。これでよし。今度は仕事だ。どんな仕事があるか。慎重に選ぶことだ。返事につまらないように。雇い主がうるさく聞かなければいいが。まめに働けるかね。経験はあります。まあ今夜はそう働かんでもいいが、明日は土曜日だ。目が回るもいいところだ、ね、じゃあまあやってみてくれ。週75度、バーのあっちに貯金を置いてあるよ。で、名前はジムでいいか。ええ、結構。クリーブ・ブラウンだ。すぐクビにするかもしれんから、まあ握手はやめとこう。ウェイトレスはエブリン、ピアノのご婦人はモニカだ。まあ挨拶しとくんだな。僕はジム・リンコルン。ボスに挨拶しとけと言われたんでね。ジム・リンコルンです。彼女の名はモニカさ。モニカ・ウェールズ。ピアノの腕は大したもんだろう。ええ。それに美人だ。美人と思わんかね。素晴らしい。チラッと見てたけど、どうしてわかるんだ。よく眺めなきゃいかんよ、ジム。おい、ジム。スコッチのハイボール。モニカにもだ。いらないそうです。君がおごれば飲むんじゃないのか。金は払ってやる。飲みたくないそうです。じゃあ君がやれ。仕事してる間は絶対飲まない主義なんです。それは結構な主義だ。自分一人でそういう主義を作ったのかね。ジム、
今井君にはいつも台所で飯を食うことにしてるんだが、何か食うか。いや、いいんです。あそこにいる男知ってますか？初顔だが絡んできて仕方がないんです。ジム、客の愚痴を聞いてやるのも仕事のうちさ。月曜になりゃまた辛い浮世に出ていくんだ。好きなようにさせてやれよ。俺のことを何て話してたんだ？気にするほどのことじゃありません。君は虫が好かん。覚えておくんだな。俺は君が嫌いだよ。また会おうな、モニカ。一杯いただけない？何でも。どう？彼を知ってるんですか？これは余計なおせっかいかもしれませんが、どうもああいう崇拝者は時によると。あの人崇拝なんかしてないわ。心配してくださってありがとう。つまり口を出すなってことか？迷惑かけたくないっていう意味よ。バーボンのオンザロック一つ。ごめんなさい、こんなことになってご迷惑かけたくなかったの。変わったことありませんでした？ああ、ええ、もうお元気ですとも。そう。ああ、いいんですよ。手当ては明日いただきます。じゃあ、おやすみなさい。ご苦労様。うちわのことなので警察に届けないでってお願いしたのよ。あの人私の主人なの。もう帰りになりた？それとも身の上話聞いてくださる？
うちはフェニックスにあるの。あったと言うべきね。一月ばかり前に私もうとても耐えられなくなって、それで子供を連れてここへ来たの。働くと言ってもできることと言ったらピアノだけでしょ。でもバーなんかで何に耐えられなくなったんです。主人のやきもち。私が本当に何かしたのなら疑われても仕方がないけれど、全然根も葉もないことなのよ。結婚した時は私フェニックス一の幸せな娘と言われたわ。エドはそれこそ、彼エドっていうの、完全な夫だったのよ。少し焼くことはあったけど、私まだ18だったし、それがかえって嬉しかった。彼が朝鮮に出征してから1ヶ月後に子供ができたことが分かった。私も嬉しくて雨の中を夢中で走って手紙出しに行ったわ。でもあの人の返事には何か責めるような調子があったの。気づかないふうで返事を出したらもうそんな調子ではよこさなくなったけど、復員してからだんだん疑り深くなって、それに暴力まで振るうようになってしまって、顔まで変わったわ。結婚した人とは変わってしまった。そのくせ離婚はしない。逃げた。でもすぐ見つかってしまったわ。バーにぶらっと入ってきて一杯飲んで何も言わずに出て行ったわ。あとはご存知ね。どうしたいのかな。連れ戻して殴りたいのよ。子供に私は悪い女だと教える。警察に保護を求めたら。やってみたけど、あの人はただ面白がってただけよ。エドはアリゾナでも一二を争う大地主なのよ。慈善事業に寄付もするし、上流の会やクラブにはほとんど首を突っ込んでるわ。知事候補に担ぎ出されようとしたこともあるくらいなの。うちの外では完全無欠と言えるほどだわ。他の州に頼れそうな親類とか友達でもいないの。逃げても無駄。まあ今頃起きたりしてどうしたの。ママの声がしたから。あのね、この方リンコルンさんよ。息子のマーク。ジムでいいんだ。あ、ねえマーク、もう遅いのよ。明日お約束の日でしょ。さあおやすみ。ごめんなさい、とても人見知りするんです。いや何、夜更けに客があったりしたら誰でもあんな風だ。ねえモニカ、僕が何かで力になることでもあったら。いいの、ただ聞いていただいただけで十分。じゃあ明日どっかで会おう。土曜日にはいつもマークを遊園地に連れて行くの。気が変わっていいと思って。じゃあ正午に遊園地の入り口で、大人にもいい気分転換になる。じゃあ明日。おやすみ。どなた。エド・ウェールズ。
か選び方がうまくないらしいな。君には子供っぽすぎたようだね。気にしないでください。近頃子供と付き合わないんで勘が狂っちまったらしい。どうしよう、また乗るかい、それとも何か食べる。ねえリンコルンさん、それよりママとお話がしたいんでしょ。僕バッティングゲームやってるからいいんです。じゃあ後から行くよ。バッティングゲームとかをやりに行ったけど構わないかな。大丈夫よ。子供の扱い方には自信があったんだけど、どうもマークだと勝手が違って。あなたのせいじゃないわ。あの子誰でも父親みたいだと思って怯えてるの。私より先にエドのこと気づいたんじゃないかと思うことあるの。エドといえば昨夜部屋へ来たよ。あの後あなたの家の前で待っててホテルまでつけてきたんだと思う。今すぐモニカから黙って手を引け、町を出て行けと脅迫されたよ。だから逃げてきた。マーチン、そんな無茶な話あなたは何も。こっちとしては早急に態度を決めるべきだが、どうしていくか。脅迫したの。特別に作らせたという拳銃などをちらつかせてね。私も見たことあるよ。でもそれなら警察へ届けた方がよくない。いつもの。なかなかいい曲じゃないか。思い出の曲か。男だな。みんなからガミガミ言われて俺だったら我慢できんねん。もちろん軍隊にいた頃は観念しておとなしくしていたが、軍隊の経験はあるのかに。お待ちだぞ。朝鮮の最前線にも消息通の奴が何人もいた。俺たちが戦ってる間に国じゃ何をしてるかよく話してくれて。ゴシップをね。遊園地では面白かったかね。大いに楽しんでたようじゃないか。三人で遊んでるとこはまるで似合いの家族だったな。あれを見れば嫌味の一つも言いたくなるだろう。しかし奥さんに関する限り君は誤解している。誤解とは驚いたな。事実だぜ。このハイボールは実にうまい。それとも気分がいいのでまずい酒もうまく思われるのかもしれんがね。坊やを苦しめてるのがわからんのか。いい気分をつまらん話でぶち壊すのはよせよ。医者に診てもらいなさい。俺は健康だ。しかもこの上なしの上機嫌。じゃあおやすみ。じゅおやすみモニカ。
まあ、なんてひどい風。タクシーがある。ご婦人をお送りしてくれ。警察の者だ。料金は私に請求してくれ。バーデン部長。こちらの車にお乗り願えませんかな、リンコルンさん。確かジム・リンコルンと言われるんですな。ええ、あの、一体どういう。バーデン部長刑事です。ザード。フェアフィールド刑事です。オハイオ出身でね。ところであなたの国は。ロックフォード、イリノイ州です。タバコは結構です。僕に一体何の用なんですか。トゥーソンへは初めていらしたんですか。気に入りました。まだ来たばかりで。今のところ悪くないでしょ。仕事は気に入ってるかね、リンコル。まだ日が浅いからわからんが、今のところは満足だ。そうですな。どうも。おかしいな。何がおかしいか。いや、つまり妙だというんです。何でもない男が勤めを終わって帰ろうとすると、刑事が来て尋問する。名前は、出身地は、ここをどうと思う。これじゃ怯えてしまう。そうかね。それは気がつかなかった。君は気づいとったかね。いや、何でもない男はどうして刑事を怖がるんです。それは誰だって人に知られたくないことを一つや二つは持ってるもんです。あなただってそうでしょう。そんなことを言われてはいかに渡してもいい気はするな。いや、失礼しました。急にこんなことになったんで神経質になってんです。あなたは僕に圧力を加えています。やんわりとではありますがね。立場を変えてみてください。初めて来た町で知り合いもない、弁護士の友達もなく、ただおとなしくしてる以外なかったらどうです。反論を加えたいところだが、君の言うのはもっとも。弱い者いじめをしたと思われたくない。フェアフィールド、我々は行き過ぎだと思うか。かもしれませんな。まあ、冷たい風の中を歩かずに済んだと思って我慢してもらおう。ホテル。どうも。わざわざすいませんでした。ようなのに。おやすみなさい。おやすみ。失礼。ああ、リンコルンさん。わらわらとしたことが全く浮かずでしたよ。気になさらんでください。よくあることです。もちろんだ。このままでは気が済まないんでね。部屋まで送ってやろう。いや、そんなことまで遠慮します。リンコルンさん、ザード。まあ、フェアフィールド、普通ならもう荷物を解いてる方じゃないか。一旦解いてからここが気に入らんで出て行く気になったんじゃないですかな。私はここで生まれてここで死ぬ人間だ。生まれ故郷はきれいな町にしておきたい。まともな旅行者は歓迎するがね。リンカルンさん、この新聞を全部読むのかね。求人広告を探したんです。実はあんたについてある訴えが来ておるんだ。訴え？フェニックスのウェルズ氏から、君は家庭生活を破壊するとね。
もう壊れてるんですよ。僕はただ奥さんと坊やの力になろうとしただけです。我々はそんな印象は受けなかったわね。よく話してみたんですか。我々は人生相談係じゃない。君もそうだぞ。あの男は精神にかけるべきです。さもないと今にとんでもない事故を起こしますよ。この人の意見ではウェルズ氏は危険人物だそうだ。そいつは何だね。部屋代です。お前さんのもんかね。ああ。ええ。実は先月白髪が少し見えたんで仕事を探すのにはまずいと思ったんです。見事なもんだ。白髪なんか一本も見えない。心配性なのかね。食事のせいかな。栄養が偏ると白髪になるそうだからな。食事はしているのかね。懐と相談してのんきにやってます。今夜出て行ってくれ。どうした。せっかくの仕事を不意にされたのに一言の文句もないのかね。ありますね。他の町でゆっくり休むことだな。待っててくれ。警察何だったの。彼が僕を幸福な家庭の破壊者だと訴えたんだ。モニカ、僕は立たなきゃならん。だが一緒に来ると君たちはかえって不幸になる。どういうことなの。僕の写真は全国の警察にまかれている。たった今誰かがジム・リンコルンの正体に気づいているかもしれない。逃亡中の殺人犯をね。そんなこと嘘よ。有罪にはなったが潔白なんだ。僕は医者なんだ。小児科のね。子供が好きだった。女房には子供ができない上養子も嫌だと言ってよく言い合った。始終やり合ったよ。ある晩も押し問答の末僕は家を出て川岸へ行った。長いこと川を見ていた。少年が一人ボートを漕いでたがこっちは見なかった。しばらくして落ち着いたんで家へ引き返した。うちの門口で危うく男を引き殺しそうになった。片腕の男だったが走り去った。そうして女房は殺されていたんだ。誰に。わからん。多分動機などないんだろう。不老者か強盗か結局何も。あれからもう2年になる。裁判はまるで悪夢だった。僕にはアリバイはないけど動機はある。片腕の男さえ見つかれば助かるんだが。死刑の宣告が下った。もちろん除名の嘆願も再審請求もした。それが全部ダメになって護送される途中列車事故があった。それ以来僕は逃げ回っている。あの時一目見た片腕の男を見つけ出したいと思ってね。もちろん警察は僕を探し回っている。
ことにジェラードという担当の警部がね。僕にはあの男がよくわかるような気がするよ。眠れない夜もある。今にもあの男が階段を登ってきて外に立ってるような気がしてね。導いた。元気を出して逃げるの。一緒に行くわ。ちょっとお礼申し上げたいと思いましてね。少し気が早すぎましたかな。どういたしまして。あの男には我が衆の知名人に取るべき態度を教えてやりましたよ。でどうでした。ホテルの話だと1時間半前に出ましたよ。今頃はバスの切符でも買ってますな。何かの形でお礼をさせていただきたいと思うんだが。賄賂はお断りしますよ。そんな意味ではない。いや、その部長は冗談が好きでして。じゃあ家内のとこ行ってやりましょう。ああ、ウェルさん、お送りしましょうか。いや、せっかくですが水入らずで話し合う方がいいと思いますから。じゃあどうも。失礼します。わからんもんだ。この年になっても人間がわからんことがあるよ。上流家庭の人妻がバーのピアノ弾きになる。そうして会ったばかりのバーテンに惚れ込むか。子供に同情するよ。はい、どうも。次のバスは何時に出る。それはあなた行き先によっていろいろ違ってきますですよ。どこでもいい、次に出るのでいいんだ。少しだよ。大人二人、子供一人。行こう。連れの団長を見なかったか。いつ。たった今だ。外のサンディゴ行きですよ。
いか。久しぶりだな、マウフ。お前がいてちょうどよかった。お前の母親はこういう女だ。父さんが軍隊に行ってる間もこんなことをしたんだ。そんなの僕信じないよ。貴様のせいだ、ジュシュ。僕は残ると見つかってしまう。そしたらあなたおしまいよ。君も家へ帰れるね。これで済んだ。何もかもに君のことは忘れ、今の僕に持てるのは思い出だけだ。いつか帰るな。さよなら、マーク。この度お気の毒でした。どなた様？奥さん、ジム・リンコルンはどこへ行くと言いましたか？ジェラード警部ですね。では警察が気がついた時は残念ながら後の祭りでした。私の話をご存知ですね。結構、先方も私のことを忘れないと見える。彼は無実です。だが有罪になった。法律は完全じゃありません。彼が今どこにいようと私は彼を信じています。命のある限り。それから2週間、闘村を追われてまた見知らぬ町へ入る。寂しい思い出だけを胸にリチャード・キンブルの果てしない旅が続く。
リチャード・キンブル、職業医師、目的地州刑務所の死刑執行室。リチャード・キンブルはその妻を殺害した罪に問われ死刑の宣告を受けた。リチャード・キンブルは無実であった。だが彼は自分の容疑を晴らすに足る事実を立証できなかったのだ。リチャード・キンブルはこの世の名残に外を見つめながら自らの運命をじっと考えていた。窓の外も自分の将来も暗黒だった。しかしその暗黒の中に運命の計り知れぬ力が潜んでいたののハービーなんてことねえんだ。はいはい、お届けしますよ。クラウリー、配達だ。俺はストックを調べるから。いいか、寄り道するんじゃないぞ。仕事なんだからな。わかりました。片腕の男を追う果てしない月日。警察の目を逃れて過ごす果てしない月日。時には生きるために酒屋の店員もやらねばならない。リチャード・キンブルは今ダン・クラウリーと名乗っている。この世作られたんじゃ楽じゃねえやな。まあ腹の中でも温めるんですね。ああ、おめえ手っ取り早い金儲けしたくねえかい。ちょろいんだぜ。これさ、渡せ。よした方がいい。レジの中は空だ。ぶっ飛ばされてんのか。金は金庫の中だ。近頃酒屋の強盗が入るのでボスが早めに閉まっちまうんだ。じゃあこういうのはどうだ。稼ぎを山上げにする。俺はげんのはお前レジをいただけだ。うん、早くしろ。おとなしく帰ったらどうだ。そうすれば誰にも分からずに済む。奥へ行って金庫を開けるんだ。さあ、組み合わせ番号を知らん。チキショ、食いやがって使いっぱしりのくせしやがって口ばかり達者だ。師匠覚えたろ。さあさあ、みんなもう帰った帰った。さあさあ、結婚は全然ありませんな。もしあっても何しろこの雨だね。もし、命中したんだ。酒屋の店員を二人も殺してあんた方も手に負えなかった野郎さ、私が撃ったんだな。クラーリー。ええ、そうです。しかし人殺しには見えませんでしたね。何を言ってるんだ、振り上がってたくせに。まあ、付近の捜索を始めていますからな。
負傷しているなら見つかりますよ。殺人課に連絡しておいてくれ。お住まいはプリマス街71です。そうです、710で、君はエドマンドホテルかね。ええ、そうです。よかったらこっちの仕事を片付けさせてください。やられたのは男だよ。車は裏にある。さっきの配達に行ってきてくれ。ついてんな。このハービー・グラントはいい星のもとに生まれたんだそうだ。まったくだ。おめえの車だとは思ってなかった。おめえが乗ってきた時にはぶったまげたぜさあスタートしろ。こんなことは迷惑だ。そうかい、大きに悪かったな。いいから早くしろい。おい、お前それでも人間か。困ってんの助けねえのかい。なんだか寒気がしてきやった。俺寒くて死にそうだ。待ってろ。傷なんか覗いてどうする気だよ。医者に見せた方がいい。ああ、だから車を出せったら。振り回すな。おい、撃たれたのはお前のせいだぜ。なんだかなと引き伸ばしやがったからだ。レジの中には金があったんだろ。俺はな、てめえのためにあんなことやってんじゃねえんだ。このハービーのためじゃねえんだよ。妹は病院に入ってんだ。その支払いですってんてんなんだ。なあ、妹は何も頼めねえ。それだけに俺は辛くってな。治すには高い薬がいるんだよ。それで金が欲しかったのよ。なあ、分かってくれよ。僕は酒を届けてくる。その傷なら歩けるはずだ。帰ってくるまでに出ていかんと警察を呼ぶからな。遅かったじゃないか。うちが見つからなかったもんですから。8ドルと37セント。やみましたね。明日はいい天気でしょう。例の店員か。そうですよ。サンテリ警部だ。ライアン刑事。ご苦労様です。よろしく。主任。ああ、出たか。ドアと同じです。汚ればかりですな。他に触らなかったかね。カウンターどうだ。触らなかったようです。はっきりしませんが。 OK、 よかろう。ホテルまで送っていこう。いや、せっかくですが店を閉めなくては。俺がやる。送ってもらえ。
すいません。遠出せんように。大事な証人だからな。こちらサンテリー、本社へ帰る。その後進展はないか。小田で捜査中ですが、まだ逮捕されてません。どうして入った。おめえのポケットから押したらしいのよ。気の毒だからわざわざ警視に来たのさ。さあ遠慮なく入んなよ。よし、ここから始めてこっち側を渡ってみてくれ。俺は向こう側をやろう。おい、出てってくれ。そうかよ。じゃあどこへ行けってんだ。俺は出てきたばかしで眠らねえんだ。それに捕まったらどうなると思う。金もねえでさ。僕だって金はない。あいにくだが。何すんだ。気をつけろ。あれを見ろ。そこら中にやがるんだ。パトカーだらけだ。奴らは俺を酒屋の連続殺人の星だと思ってるのに違えねえんだ。捕まってみろ。俺は身に吠えの猫って死刑だ。おめえそんなことになったらどうするよ。え、ああズキズキしやがる。我慢できねえ。この足の野郎。おい、おめえよく平気で見てられるな。薄情な野郎だ。傷を洗ってやる。頼りになると思ってたぜ。何も当てにしないことだ。傷の消毒はしてやろう。それは済んだら出てけ。ああどうもご迷惑かけました。お客はいつだって大歓迎よ。どうも。弾は抜けてる。大したことはない。これなら歩ける。明日の朝ならな。いや今だ。可能の危険がある。抗生物質が必要だ。今すぐ。おめえがズボンを切っちまって、おまけに血だらけだ。出た途端にパクられるに決まってな。もう拳銃は引っ込めろ。なあ、どうだ。これは俺のおふくろの指輪だぜ。おふくろの形見なんだ。100ドルは軽くこす代物なんだぜ。おめえ預けっから朝になったら質屋に叩き込んでくれ。それで新しいズボンと薬を買ってきてくれよ。そしたらハービーさんは出てくからよ。おめえはそれで厄介払いだ。じゃあ取っとけね。どこで手に入れた。盗んだのか。盗んだ。おめえ本当に宴に無限な。返せよ。からか。よし、ハービー、さっさと出ていくんだ。
どなた？警察です。夜分恐縮ですが。ああ、あの店員か。そうです。さっきのあいつの捜索で一件ずつ洗ってるところなんでね。あんたんところは調べることはないだろう。お巡りさん、あのご成功を祈ります。ありがとう。口はあんた開けてみようか。時々タオルを取り替えるんだぞ。じゃあ指を預かろう。ああ。なんでこんなに面倒見るんだい。何が狙いだ。何をするにも何か狙いがあるというのか。昨日サツが来た時お前が一言言いや俺は今頃豚箱だったんだ。それをこうして手当てまでしてる。何の得になるんだ。うめえ汁でも吸える当てがあんのかよ。昔知り合いに無実の罪を着せられた男があったんだ。そんなことにさせたくない。調子いいこと言うなよ。狙いがあるに違えねえ。ああ言ってみな。得にならねえことに骨折るやつなんかいっかよ。ハビー、やっぱりあの時警官に引き渡してるべきだったな。お前はドブネズミだ。ドブの中を這い回ってるだけのケチなネズミだよ。どうですか。一緒に来てくれ。どこへ。本所さ。何の用です。行きましょう。忘れ物だぜ。タバコだよ。もしもし、郵便局。ローナーグランといいますか。もしもし。もしもし、ローナー。当ててみな。帰ってきたのね。今度は一体何をしでかしたのよ。嘘つくんじゃないの。切るわよ。脅かしじゃない。切るから。いや、そうじゃねえよ。何でもねえ。本当だ。たださ、俺ホテルにいるんだけどよ。迎えに来てくれよな。頼むからさ。また警察に睨まれてもね。ハービー、私はね、毎日ここでね、指名手配のポスター見てんのよ。もう見飽きるほど見てるわ。あんたもいい写真撮っとくのね。いずれ張り出されるだろうから。
違うよ、そうじゃねえんだってばよ。な。なあ、薄情なこと言わねえでさ。弟が頼むんだぜ、車で迎えに来てくれさえすりゃいいんだよ。ハビー、今誰がこっちやってってるかわかる？ライアンよ。ライアン刑事、警察に睨まれないが聞いて呆れるわ。ハビー、もう二度と面倒見るのごめんよ。いいわね。二度とよ。結構です。落ち着かんか？ええ、少し。警察へ来ると誰でもそんな風になるもんだ。大丈夫さ、前科者の写真を確認してもらうだけだ。居所なんか知らないのよ。さっきから何度も言ってるでしょ。見当もつきゃしないわ。弟だって子供じゃなし、一人でやってんのよ。すぐ済むよ。いかがです？どうぞ。ありがとう。ありがとう。あ、費用ありがとう。ああ、綺麗な指輪ですわね。奥様の？独身ですよ。私の知り合いもこんな指輪持ってました。ごめんなさい、なんだか似てるような気がして。あのもしお差し支えなかったらさっきのタバコいただけません？どうぞ。気を変えるのはご婦人の特権ですからね。本当に。どうぞ。あなた、ハービー・グラントご存知なの？え？シャープとかって人が証言したそうだけど、あなたがシャープさん？いや、シャープさんはボスで、僕はただの店員です。このハービー・グラントって男が例の連続殺人の犯人だそうだけど、どう思う？おい、クラウリー、タバコもう一本ちょうだい。早くちょうだいよ。ええ、クラウリー、そういう名前？ええ、他にもあるんじゃない？例えばキンブル。手配のポスターね、確かに見た顔よ。ハービーの写真選び出すんじゃないわよ。でないとあなたのこと喋っちゃうわよ。ボスがもう確認してるんだ。違うと言ったら帰って怪しまれる。分かったわ。でも指輪を持ってる以上、居場所は知ってるわね。それだけは黙ってるのよ。いい？クラウリー、刑事さんがお呼びよ。ミスター・クラウリー。Thank you.
とどうしたんだか知らなくて指輪返してよ。私のものよ。お袋さんだって言ったが、じゃああんた金を作って。これで大事な母の形見を質屋に入れろっていうの？ハービーのために薬を買う金がいるんだ。ちょっと待ってよ。エドマンドホテル308号にいる。薬って何の薬？そこまで話す義理はない。さあもうついてこないでくれ。ハービーどうしたのよ？強盗をやって逆に撃たれた。撃たれた？どんなひどく悪いの？死にはしない。手当てもしておいた。あんたがなぜハービーの友達？いいかね。あの男は怪我をして追われていた。外におっぽり出せば傷によくないことが分かっていながら追い出せると思うかい？それでハービーを。あんただって追われてる身の上なのに。私見直したわ。あんたっていい人なのね。他の連中なんてそりゃひどいもんだわ。お宅のボスも前の事件の目撃者の連中もね。ハービーが犯人だって言うのよ。証言を当てにならん。あんたの事件のことね、同じ目に遭ってきたのね。ああそうだ。ハービーだって人殺しはしないわ。お願い見てやって。私車があるから。じゃあ薬を買ってくるから先にホテル行ってなさい。ありがとう。ありがとう。何？どうしたのさ？それをそれで読んだんだよ。なあ、俺は綺麗な体なんだ。今日のことは刺すの思い違いないんだよ。だがここのとこどうもついてねえんだよな。それでつまんないことでこの事故ってやつに会っちまってよ。そんなもんで。なんて嘘つき！嘘つき！どうしたんだよ！嘘つき！姉さんがそんな口車に乗ると思ってんの？酒屋に強盗に入ったり、指輪盗んだりさ。みんなにドブネズミって言われるのも当たり前よ。あんたドブネズミさ、汚いドブネズミ。盗んだんじゃねえ。ちょっと借りただけだ。あ、そうか。じゃああいつからここを聞いたんだな。どこで会ったんだい？本所の殺人か。本所のだって？そうか、あんちしょ、裏切ったんだ。じゃあ手が回るぜ。待ちなさいよ。あの人はここのこと話しはしないわ。大丈夫、そんな人じゃないわよ。そうかね。それに弱みも持ってるしね。もしお前のこと喋ったらこっちもあの人のこと喋るって言ったのよ。ああ、やつは無責任やろうさ。本名はリチャード・キンブル。逃亡犯人よ。局にポスターが貼ってあるわよ。あいつがだってリチャード・キンブルか。大丈夫よ。何も言ってやしないんだから大丈夫。あいつどこにいるんだよ。今どこにいるんだよ。もうじっくるはずよ。お金渡してね。お前の薬頼んだから。金を渡してやった。高飛びの火をやったようなもんじゃねえか。もう帰ってこやしねえぞ。ええ、まだ捜査中なんですがね。そうです。ええ、わかりました。ありがとう。エドマンドホテルの掃除女だ。エドマンド308号室。じゃああの店員の部屋だ。これは面白い偶然ですな。ああ、まったくな。キンブルのやつとっくに帰っていい頃だぜ。
だから信用できねえんだ。ハビー、あんな野郎信用できるかよ。車どこにあんだい。ちょっと先に止めてきたけども。取ってきてくれよ。5分したら俺も忍び出るからさ、玄関のところで拾ってくれよな。でもどこ行くのよ。ほんの3キロばかり先よ。姉貴が元勤めてたクラブの近所にマーケットがあったろ。ああ、あそこは年中トラックが出たり入ったりしてるしよ。知り合いがよ、俺のためなら無理してくれるやついるんだ。行きさえすれば高飛びさせてくれな。なあ、そのぐらいしてくれたっていいだろう。いいわ、5分したらね。よしてよ。やりやったな、覚えてろ。バカよせ。あれ、ハビで、降りてこい。いい話あんだぜ。身寄りの話なんだって。俺がザコさ。ザコを言うな。お物にしなせよ。下にいるんだ、下にいるんだよ。キンブルだよ。リチャード・キンブルがいるんだよ。とにかく出してくれ。警察は共犯のクラウリー、すなわち逃亡殺人犯リチャード・キンブルとみられる男を追っています。ハービー・グラントはクラウリーがキンブルであることを確認しました。キンブルは1年前護送中脱走して以来、その足取りが全くつかめない。やりそうなことよ。止めよ。止めるんだ。私てっきりこれで終わりだと思った。君のおかげで助かった。何すんの、送ってくわよ。どうせ非常警戒に引っかかるよ。非常警戒？町中のパトカーが配置について通る車を調べるんだ。いろいろありがとう。僕は大丈夫だ。君を巻き添えにしたくない。もう巻き添えになってるわ。なんとか考えてみましょうよ。あ、私のアパート行けばいいわ。君はハービーの姉さんだ。真っ先に調べに来る。いいわ、いいとこがあるの。とってもいいとこよ。そうか、行こう。細い裏道を通って、またひとときの隠れ家を求めて行く。かつてローナが勤めていたというこのクラブも、今は表戸を閉ざして荒れるに任せていた。だが
ホテルやアパートより安全に違いない。キンブルはどこだ？リチャード・キンブルはどこだ？知らねえな。確かか？ええ、もうすっかり吐いたそうです。キンブルはどこだ？あんたは悪いんだ。金の皿に乗せて渡してやったのに逃がしちまって。確かに金の皿だったな。逃亡犯人にはよく賞金がつくもんだからな。賞金？時によると四五千まで出ることがあるんだぜ。そりゃ知ってるよ。けど俺は密告して稼ぐようなケチな真似はしねえんだよ。名前に関わっからな。そうだろう。居場所は知らねえよ。見当もつかねえんだ。外に出ればそのうちに見つかるだろう。何言ってんだよ。俺が出るって殺しであげられたんだぜ。その俺が出られるわけはねえ。殺しはもういいんだよ。姉さんが保釈金を積んだから出ていいんだ。ああ言わなかったか。本星はスプリングフィールドで上がったんだ。ついさっきだがな。言い忘れてるし、お前は強盗未遂だけだ。さあ出ていくんだ。いいかい、これでチッとは懲りるこったな。人権蹂躙になるぜ。$5,000か。キンブルに賞金が出てたんですか？出とらんよ。今更のことばっかりしてるけど、いい加減足洗ったらどうなの。奴がこんな目に追い込んだんだぜ。キンブルが俺を差し上がったんだ。キンブルじゃない、ホテルの掃除女が刺したのよ。へえ、怪しいもんね。ラジオのニュースでそう言ってたわよ。新聞の写真を見て分かったんだって。本当よ。けど俺は聞かなかった。どっちみちどうってことはねえ。あいつに義理なんかねえんだぜ。今時人に面倒を見てもらおうとなったら金落とさなきゃな。お前ったら。車じゃありませんね。さっきの横丁曲がったかな。引っ返してみよう。ああ、どこ消えたのかと思っちゃったわ。保釈になったのかい。ああ、出してくれたと思う。これでお前も助かるわけだ。これがいなかったら今頃大弱りだぜ。いや、まだ安心とは言えん。
やっぱし疑ってやるね。こっちは疑うのも当たり前だろう。俺を刺したのはてっきりおめえだと思ったんだぜ。ハビ、そんなこと言ってる時じゃないでしょ。例のコネと話をつけて逃がす手配してよ。よし来た。いいかい。ああ、いつでもいい。よし、待ってな、すぐ帰ってくるからな。おい待て。いいかい、コネはちゃんとあるんだぜ。話をつけるにはここには電話がねえ。それじゃどうしようもねえだろ。なあ、お前を裏切りゃしねえからよ。どうするんだ、電話かけるのかかけねえのかい。よし行ってくれ。こういうことだったのか。あ、さあこっち、あのドアから上行くの。さあ、俺が喋ったんじゃねえ。本当だよ。料理をエレベーターから逃げなよ。これ屋根出られるわ。マーケットは日曜ばかり先よ。ハビ、先方なんて名前なの。ハビ言いなさいよ。ハビ、せめて一度ぐらい、一度ぐらい人の役に立ちなさいよ。実はコネなんかねえんだ。なんだって。ねえんだ、知り合いなんかねえ。あれは出任せよ。あれそんな大物じゃねえんだ。でもキムル、コネなんかなくてもいける。ロッカーに忍び込んで隙を見てトラックに潜り込むんだ。ガキの時にはよくやったもんさ。今だって大丈夫、いける。礼を言うよ。開けろ。おい、ここ開けろ。なんかご用。保釈で出たんだぜ。まだご用かね。お前のために来てやったんだ。なんせ大金が入るからな。刺すと思ったのか。おそらくな。上を調べてみろ、ライアン。よく考えとけよ、ハービー。5000ドルありゃ一流の弁護士が雇えるっていうもんだぞ。そうすればうんと軽い刑で済むだろう。無償出た後でもたっぷり残るってわけだ。イガス新車も買えるだろうし、着るもんだった思いのままだぞ。そうなりゃもう大物だ。キンブルなんて見なかった。あれっきり見てねえ。ドアは釘付けになってます。じゃあ引き上げるとするか。ハービー、まさかと思ったけど本当によくやってくれたわね。俺どうかしちまったんだ。おい待ってくれ。おい
かそうだな。おい待ってくれ、待ってくれよ。おい引っ返せよ。チキショウ、なんてこと。チキショウ、なんてことしちまったんだ。ハビーと回る男がよ、バカ野郎、マルキー、大枚5000だ、5000ドルの金をよ、棒に振っちまった。5000だぞ、5000、5000だぞ、5000ドルもだぞ。ハビー、おめえはもうおめでてよ。チキショウ。もしもし、グラントです。なんてお前なの。ダメよハービー、ハービー気の毒だけどお金の持ち合わせがないの。ハービー、ハービー、いいわ、今度こそこれっきりよ。いいわね。ご主人、弟なんです。面倒でもねえ、男はみんなそうよ。本当にそうかしら。トラックは一路目的地に向かって走っている。だがリチャード・キンブルには目的地はない。あるのはただ一時の浅い眠り、そしてその夢さえ追われる者の暗い影を宿している。